U-17 サッカー日本代表は、日本サッカー協会によって編成される17歳以下の、サッカーのナショナルチームである。FIFAU-17 ワールドカップの前年には U-16 サッカー日本代表、そのさらに前年には U-15 サッカー日本代表と呼称が変わる。日本は U-17 世界選手権に、ホスト国であった1993年と、 アジア予選を勝ち上がった1995年、2001年、2007年、2009年、2011年、2013年の計7回出場している。この大会のアジア予選を兼ねる AFCU-16 選手権は本大会の1年前に16歳以下の選手によって行われる。日本はこの予選を高校受験によってしばらく競技を離れた上に、 高校進学後の新チームでは、レギュラーとして実戦経験を積むのが難しい高校1年生中心のチームで戦うため、比較的高成績を残している U-20 世代と比べ、なかなかアジア予選を勝ち抜くことができなかった。各方面でこの年代においての国際試合の経験の少なさが論じられており、この対策も兼ねて2006年のの自力兵庫国体から、 サッカー少年男子の部の出場資格を早生まれの高校2年生から中学3年生までの年代に変更。若い学年のうちからより多くの試合経験を積ませる動きが始まっている。その成果もあってか、2007年以降はコンスタントに U-17W 杯の出場権を獲得している。しかし、2014年の AFC。 U-16 選手権では準々決勝で敗退し、U-17W 杯の連続出場記録が4大会で途切れた。中1決勝トーナメントでの PK 戦を含む。アジア予選敗退アジア予選敗退アジア予選、敗退アジア予選敗退、小峰忠俊監督が指揮を取り、中田秀俊、宮本つねやす、松田直樹、戸田和幸らが出場。 グループリーグを突破するも、準々決勝で、ヌアンコカネを要するナイジェリアに1-2で敗れた。松田保監督のもと、小野真嗣、稲本淳一、高原直弘ラゴのゴールデンエイジが出場。グループリーグで勝ち点4を挙げるも、開催国エクアドルに、得失点差で1をばず決勝トーナメント進出を逃す。アジア予選敗退。監督は、石橋智之。 アジア予選敗退。監督は、川内克幸。2001フィ f ファユー -17 世界選手権のメンバー。田島光造監督がチームを率い、藤本純吾、矢野孝明、鳴岡翔、工藤光平らが出場。初戦のアメリカ戦に勝利するが、この大会の準優勝国ナイジェリアに0の4、そして同じく優勝国フランスに1のこと2戦連続で、大敗。 グループリーグで敗退している。AFCU-17 選手権2002のメンバー。2003FIFAU-17 世界選手権の出場権を逃す。監督は須藤茂光。AFCU-17 選手権2004のメンバー。2005FIFAU-17 世界選手権の出場権を逃す。監督は布圭一郎。 2007FIFAU-17 ワールドカップのメンバー。監督は、常福博士。2009FIFAU-17 ワールドカップのメンバー。監督は、池内豊。2011FIFAU-17 ワールドカップのメンバー。監督は、吉武白文。フランス、アルゼンチン、ジャマイカというグループリーグを2勝1分で1位通過。ベスト16では、 ニュージーランド相手に6の0と対象。ベスト8でブラジルを相手に2の3と敗退する。2013FIFAU-17 ワールドカップのメンバー。監督は吉武博文。AFCU-16 選手権2014のメンバー。2005年以来後大会ぶりに予選敗退し、2015FIFAU-17 ワールドカップの出場権を逃す。監督は 吉武タ博文。2017FIFAU-17 ワールドカップのメンバー。監督は森山義郎。2019FIFAU-17 ワールドカップのメンバー。監督は森山義郎。JFA 日本代表コーチングスタッフ王国ブラジルに見せつけられた世界との爽かき日本代表が直面した今後への課題スポーツナビ。 2011年7月4日、吉武ジャパン、監督と選手の対話でつかんだベスト 8U-17、ワールドカップメキシコ2011総括、スポーツナビ、2011年7月12日、招集メンバーハット U-17 日本、代表メンバースケジュール FIFAU-17、ワールドカップインド2017の2017年9月22日、JFA、 ハット U-17 日本代表メンバースケジュール、FIFAU-17 ワールドカップブラジル2019、2019年10月4日、JFA。ありがとうございます。